要はこの自分があるないみたいなのって、うん、その我思うゆえに我ありみたいな、うん、デカルトが言い、はい、うん、またその東洋哲学では、うん、ヤージャーニャバルキアですね、はい、ボンが一ニョ、うん、ブラフマンとアートマンは一致であるみたいな、うんうんうん、要はなんか我が思うものが我であるみたいなのが、うん、そのなんか矛盾があるってやつ、そう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 、うん、で、はい、マーチン・ブーバーっていう、うん、ユダヤ人現代哲学者のマーチン・ブーバー、はい、実存的宗教哲学の中で、うん、我と汝っていう書があって、うん、はい、その中でブーバーは我々と他者の関わりは、うん、汝我という対象化されない根源的直接的人格的関係であるものと我それという我々によって対象化され分断規定されたものがあるとし、前者は汝をみたいなはい、はい、のが書かれていて、うん、僕の中で、うん、自分ってそういうもんだと思ってるんです、うん、いやもう分からない、分からない、あ、はいはい、分からない、要は空なんですよ、空、うん、空、うん、要は空の説明を見ましょうか、読まなくていいですかねはい、空眼、空眼、軽眼、そう、で我と空っていうのをちょっと調べてみたんです、はい、うんうん、そうすると我空っていうのがあるんですよ、我空、はい、うんうんうん、この我空っていうのは大乗仏教の根本思想である二空の一つと、人の空と生きるの空があって、うんうん、一切の世上、一切の生きるものに心身があるとしても、うん、実体としての自我はないものとするという見解があって、うん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 、要は、まあ、河合隼人さんも言うんですよね、うん、人ってわからんって、うん、なのでその私はわからないが正解だとすると、うんうん、前もこさんが、うん、なんかその自重的にね、うん、いや私って私がないんですって言ったのって、うん、もう悟ってるんですよ、ね、空を語ったみたいな、うん、っていうのをちょっと前振りでしなきゃいけなかったんですはいはい、あでまたちょっとこの、うん、ごめんなさいね、我と汝っていう中で、うん、ちょっと紹介したかったのが、うん、我と汝の関わりの中で、うん、恩恵とたま、恩恵の賜物として出会いというものが位置づけされてますと、うん、この出会いはいかなる規制の概念形態、計画、空想、予想も入り込む余地のない直接的なものであるとされた、要するに出会いは一つの神秘であり、全人格的な相互形成の場を形作る愛と生命との触れ合いであり、交流であるとされたっていうのをちょっと紹介したかったです、はいはい、うん、要は僕がこの今日に至るにあたり、うんうん、自分ってなんだっけとか、はい、を調べていくうちに、この我と汝とか、うん、我空っていう言葉にあたり、うんうん、あ、自分ってなくていいじゃんとか、うん、じゃあなんで自分がなきゃいけないって言ってるやつがいるんだろう、うんうん、みたいな中でその岡田斗司夫さんを読んでたんですけど、うん、この岡田斗司夫さんのその人生の法則の中で、うん、この岡田さんの本って、うん、このよく、まあ、よくあるやつなんですけど、うん、一人だとうまくいかないけど、うん、要はその一人が例えば司令型の人が一人いてもうまくいかないけど、うんうん、その4人のタイプが一つのクラブに集まるとうまくいくねみたいなのが、その人物が一人一人が出てきて、何々型誰々、何々型誰々みたいなのが出てきて、そのうまくいくよっていう話なんですけど、その中にそれを導く、なんて言うんだろう、キャラクターというか、なんか天使みたいなのがポコンって現れて、その子がその登場人物と話をするんですけど、その妖精みたいなのがミームって名前で出てくるんですね、うんうん、僕はミームみたいな、うん、のであ、ミーム、あ、聞いたこと、あミームで引っかかる人はちょっと頭がいいかもしれないあのね、ツイッターでミームが引っかかる人ははい、あのなかなか、うん、そう、ミームが、うん、その子たちをちょっと主導する役目で出てくるんですね、うんうん、その話が終わり、うん、まあ、解説の中で、うん、フラードームっていうのが、うん、出てくるんですけど、うん、バックミンスター・フラーという建築家、数学者、哲学者、エンジニアの人がいて、うん、
三角形だけでできたドーム型の建物ってなんか見たことあると思うんですけど、こういう、あるいは、はい、あの、これはそのフラードームの例えがその本の中で出てくるんですけど、このフラードームっていうのは、この、これ本読んだ方がいいな、フラードームは三角形が組み合わさってできたドームの形のもので、これは柱がないんですね、でこれは物質には中心がない、中心ではなく力とベクトルでいいっていうのを形作る、あの表現するためにできたのがフラードームっていうものなんですけど、それを証明するためにこのバックミンスターフラーっていう人が作ったものだと、っていうこのフラードームの例えがあって、要は物質はずっと小さくすると、粒ではなく引く力と力の方向だけになると、で今ある物質はないんだと、空なんだと、まあ、空とは出てこなかったんですけど、要はそれを東洋哲学にすると空なんだろうなと思って、空なんだと、人間にも要は中心はないっていう話が展開されていくんですね、で人間には中心がないんです、だから物質だもん、まあ集合体です、集合体なので、で人の意識、ましてや人の意識は何かに働きかけられて初めて反応するものでしょうと、要は自分があるじゃなくて、この人の意識っていうのは何かに働きかけられて初めて反応するもの、それまでは空っぽでしょ、と言われていて、っていう意味では人間っていうのはメディアであると、メディアっていうのは、伝達するための手段とか媒体の意味、で、意識の集合体、この人の意識、何かに働きかけられて反応した意識の集合体が文化、文明であるって言われていて、メディア、人間はメディアであると仮定すると、メディアとして自分が機能したときに人は幸せを感じる、自分が生かせた、人はメディアとして機能したときに幸せを感じるよねって言われたときに、あ、確かに確かにと思い、で要はこの文明文化にも生存本能がある、でそれを言ったのが、リチャード・ドーキンスっていう行動生物学者が利己的な遺伝子という本の中で、文明は生物みたいに振る舞うなんて言っていて、要はこのなんて言うんでしょう、戦争とかもそうだよねと、要はその多分何かに突き動かされて侵略していきっていうのが、それがもうはるか昔からこの遺伝子というのは利己的で、まあ、何かを滅ぼそうとするわけではないが、何か突然変異が生まれた時に、他の遺伝子のものを駆逐してしまって、みたいなのがあって、このなんかあれですよね、まあ、細胞と一緒ってことですよね。そうですね、こう人もそう国家で見ると人は細胞みたいなもの、はい、で、まあ、そういった意識の集合体が文化文明で、それはもう一つの細胞のように生存本能を持ち、まあ、その生存本能というのは第7層であったその生きたいとかじゃなくて、この我々の遺伝子というか、細胞としてのこの細胞としての遺伝子というよりも、もう一個上の、今思ったのが、人間いるじゃないですか、人間の僕の本能としては生きたいとかあるけど、この細胞1個には生きたいとか考えてないんじゃないかなみたいな、みたいな意味かなって。あ、なるほど、で多分その、今言った僕が生きたいと思っているのが多分細胞の本能で、で我々の場合って生きたいの上に、この人のためなら死ねるとかってあるじゃないですか、要はなんかその本能のままだと、絶対に選択しえないことも選択するっていう本能もあるじゃないですか、ホモデウス的なやつで、そこで何のために死ぬかとかっていう偏りが
タイプに出ますよね、うん、みたいなことが書いてあって、うん、はあはあ面白い面白いと、うんうん、で我々のこの先ほど、まあ、我と汝の中でも出会いっての奇跡的でみたいな話をしたんですけど、うん、要はこの触れ合いの中で働きかけられて初めて反応するっていうのがこの人だとすると、インターネットの出現でバンってこの出会いがバッと増えたことで、多分今変わってるんでしょうね、何かが。その昔とはなんで、昔はなのでとても戦争が多かった、何かって言えば戦争の繰り返しじゃないですか、どこの国も。日本もそうですよね。まあ、日本もそうです。奇跡的に江戸時代は平和でしたが、人の意識は文明のパーツであり、本能を充足させるための道具なんだと。だから道具としてちゃんと機能するように、そういう欲求が埋め込まれている、本能のタイプですね、こうしたら僕は嬉しいみたいなのが埋め込まれている、これは人のこの意識っていうのは文明のパーツであり、この本能を充足させるための道具だから、道具として機能するようにそういう欲求が埋め込まれていて、それが本質なんだと。で、本質から、本質がなくなったら何もなくなっちゃうよって出てきて、じゃあそういう欲求ってなんだよと。っていうと、人の意識が幸せを感じられる源泉で、そのじゃあ源泉って具体的に何って聞かれると、受け取って考えて真似をして伝えるをうまくできた時に、人は幸せを感じるようにできてるんだっていうのが書かれており、先ほど申し上げたこのミームっていうのは、例えば誰かが、例えばおばあちゃんとかが道端を掃除している時に、あ、おばあちゃんが掃除してる、私も掃除をしようって思う人もいれば、何かを受け取るわけですよね、無駄なことしやがってでもいいですけど、っていう人が受け取ることができる最小単位を、このリチャード・ドーキンスって人がミームと名付けたらしいんですよ、なので何か人がメディアとしてすることで届けられることをミームと呼び、人間はそのミームをパスして文明を残していく。で、この4つのタイプっていうのは、受け取ったミームをどうパスするかっていう偏りであるって書かれていて、思ったのは、みんなこのメディアとしてね、伝えていくわけだから、やっぱり自分で死を選ぶとか、いやダメだと、あの我々の動画でなんかその権利があるか、あるかないか問題とかやったんですけど、あっちゃダメだと、そんなものは、我々は文明を伝えていく、ミームをパスするメディアとして、かけがえのないパーツなんだっていうのを読み取り、そうやんと思った次第でございます、若干下手くそではございましたがあのこの、フラワードームからあとは多分動画では多分出てないんですね、多分本を読まないと書かれていないもので、その人がなぜタイプに分かれているのかっていう問題と、その人間としての、まあ、一つの使命みたいなもの、これは、まあ、生きていくためだと僕は思ってるんですけど、もしくはなんか、まあ、何かに関わろうとするんですかね、本能として。この辺がちょっと今ねふにゃふにゃってなったんですけど、ちょっと伝えたかったことは伝えられたような気がしています。